し自己紹介こっちでいいですか。ここはい、若宮ほのです。よろしくお願いします。お願いします。若宮さん、はい、ちょっと7つの質問があるんですけど、はい、1つ目なんですが、はい、思い出のアダルトビデオを教えてください。思い出の自分の作品でも大丈夫ですか？なんだろうな、私ゲームが好きで、パソコンゲームをその時流行ってたっていうか、私の中でブームだったんですけど、その時に一緒に遊んでた最強属性さんの監督さん、園田監督とそこで仲良くなって、でそこから作品撮るっていう感じになって、でその最強属性さんの作品がもうがっつりコスプレ、そうですね、もう本当に頭の形からもう全部測って、自分に本当に合ったコスプレを用意してくれて、それで撮るっていう作品なんですけど、まあ内容はイチャラブなんですけど、なんかそのコスプレがすごすぎて、すごい思い出が一番、多分コスプレのクオリティが高い作品かなっていうので思い出があります。2つ目なんですが、はい、2つ目ですか、思い出のセクシー女優さんを、はい、いたら教えていただきたい。思い出仲いいとか、あ、仲いいのだと、もう引退発表を最近しちゃったんですけど、間宮彩奈ちゃんっていう女優さんと仲良くて、なんかプライベートでも全然旅行とか行く仲ですね。はい、2人で行くんですか？2人で行きます。あ、ちなみにどの辺行くんで、この前は温泉行きました。うん、でも全然近場ですけど、箱根とか。でも今度USJ 行こうってなってます。あ、いいっすね。はい、ちょっと状況見ながらですけど、はい、温泉も2人で入るんですもんね。はい、入ります。まあ、共演もしたことあるんで、お互い変わらない。いや、そこで恥ずかしがるのもちょっとよく分かんない。ちょっとね、ちょっとそれ分かんないですけど、はい、そうです。部屋で2人で寝るってことですか？あ、寝ます寝ます。で、うちに泊まりに来たこともあるし、はい、仲いいですね。仲いいです。はい、はい、次はですね、性の目覚めについて聞きたいんですけども、はい、まあ、性が、まあ、ちょっとこう小さい時になるんですかね、覚えていたら聞かせてください。目覚め、そうですね、多分ですけど、私のお父さんが持ってた昔だから VHS、 なんかカシャンってやるやつ、あの AV を見ちゃった時かな。おお、自分入れてみたんですか？あ、なんかその私すごいテレビっていうか、こうビデオとか見るのが好きだったんで、なんかお父さんの部屋に置いてあったんです。なるほど。で、なんかなんだか分かんないじゃないですか、見てみないと分かんないから。外パッケージはなかったんですね。なかったです。はい、もう黒っぽいその四角い物体だけがあって、そうで、なんかそこで結構お父さんのこう置いてあるのを見て、なんか映画とかそういうの見てたんですけど、なんか そういうノリでこうガチャンって入れたら、もうなんかどういうのですか？肌色がいっぱい。それでもなんか映画かなって思います。そうだから、そのなんだ、そのシーンというかそれがすぐずっとあると思わないから、なんか早送りずっとしてたんですけど、でもずっとなんか同じ肌色しかないから、何これみたいな。全員肌色なんですね、ずっと。そうなんです。そこで感じたいとか、はい、なんか、いや、そこはなくて、あ、これがなんかそういう大人のなんかこうね、今でいうセックスっていうか、そういうのなんだみたいなのはなんとなくですけど、意識そうですね、しだしてからですかね。ちょっとなんかこういじれ出したじゃないんですけど、はい、なんか濡れちゃう、わかんないですけど。あ、でもそこは私なんかなかったです。なかった。それがあった時期だっていうと、もっとあるんですか？あとですね、中学私本当に経験がなくて、中学生とかに、なんか私声フェチなので、その YouTube とかにちょっとこうあいでる男性声優さんの声とか、そう聞いて、でもうその最初そういうシーンを見てるじゃないですか、ビデオで。同じ声だから、そのやられる、あ、みたいな。だから、あ、いいな、そう、いいな、耳聞いてるのいいな、みたいな感じで。
じゃあ、次ですが、はい、口説きについてなんですけど、口説、はい、いたことある、またはちょっとまあ飲んでたりして口説かれたとか、あっちでとかあったら、はい、覚えてたら教えてほしいです。印象的だった口説かれ方があって、まあなんか普通にあの友達の紹介、まあ22で飲んでて、はい、友達で、あっちも友達で、で私の友達ともう一人が知り合いで4人で飲もうとなった時に、目の前にいた人がちょっと上だ、年上だったんですけど、なんか催眠術ができるって話をされて、で私もう催眠術できるすごいって思って、もう今かけてほしいですっていう話をして、でまあ飲んでたんでみんなこうテンションも上がってて、でそれでなんかその流れで口説かれました。なんか催眠術かけられながらそう、そのかけてる感じが、私かかんなかったんですよ結局。かかってたら多分そのままホテル行ったかもしれないんですけど、あなたは僕を好きになります、目の前に好きな人がいるよ、321番すごいゴリラ野郎ですね面白かったです。すごいっすね、その人、でかかる人いるんですかね、それで行っちゃう人いるんですかね。でも僕は経験あるよって言ってて、わかんないです、お酒飲んでたんでそういう笑いだったのかもしれないですけど、うん、はい、面白かったですね。強烈、はい、はい、続いて、生体験についてなんですが、はい、これまで体験した、まあ、強烈と、まあ、思い出深いその性の話、ここでやっちゃったとか、まあ、そんな感じなのかな。はいはいはい、なんか私あんまりないんですけど、強いて言うなら車の中、プライベートで、プライベートで、はい、彼氏と、乗用車ですか、ワゴン車とかですか。乗用車、もう前の席、前の席ですか。4人乗りのやつ、あの普通の K です。 K で後ろに行ってってことですか。ガチャンってやって、倒してもう深夜の駐車場とか、はい、そう、なんかちょっと遠いと、なんか出かけてたのかな、なんかでも周りほんと人いない。あ、 でもなんかあのよく海浜公園とかああいう駐車場あるじゃないですか、でかめの、そう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 、そういうとこだった記憶があります。それは良かったですか、頭とか当たらなかったですか。あー、ちょっときつかったです、体勢はやっちゃうんですねはい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、はい、あと2個ですね、はい、好きな映画を教えてくださいいきなりなんか性の話してたのに最近あのネットフリックスで見てるやつがあって、それがあの多分知ってると思うんですけど、銀のサジ。あ、アニメですか。あ、実写版。実写版の、実写版のやつ。一回見た。農業系。あ、そうですそうですそうです。なんか牧場のそういうなんか大変さみたいな、命の大切さみたいなのが分かるやつを一回見たことあったんですけど、なんか動物好きなんで、そう、それでもう一回見て泣きました。あれ泣くんですか。もう漫画を一二巻の読んだぐらい。はい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 。そうなんですね。なんかあんまりなんすごい真面目な話になっちゃいますけど、性の話からこんなその動物とちょっとね、あのイチャイチャしたいなとかないですか。さすがにないですね。はいはい。さすがにそれはないです。皆さんちょっと見てみて。はい、ぜひ見てください。はい、じゃあ最後、ちょっと PR 系なんですが、はい、もしイベントとか、うんうんうん、まあ創作物など、まあ、宣伝ありましたら何でもいいので、はい、でね、そこ見る、まあ、アダルトじゃなくても全然何でも他社のものでも全然いいので、うん、はい、宣伝してください。そうですね、3月の26日に、ギガのヒロインスーパーライっていう、ちょっとリリースイベントとはまたちょっと違った、ちょっとあの何だろう、ヒーローショーみたいな感じのが入ったこうイベントがあって、それが秋葉原であるので、ぜひあの詳しくは私のツイッターに載ってるので、なんか銀河の情報載ってましたよね。あ、そうですそうです、はい、4人ヒロインがいて、1部と2部で役もみんな違うので、ちなみに私最後悪役やるんで、あ、私だけ悪役なんです
最初みんなやられてしまうってことですか。どうだか分かんないね。どっちが勝つのか。そう、私正義勝つ。悪が勝って言ってもらう。悪がでも、ギガさんは基本悪が勝つんで、はい、そうなんです。どっちが勝つか分かんないんで、はい、応援しに来てください。ありがとうございます。はい、では、以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。